鈴木 GSX-R、鈴木 GSX-R250、GSX-R250 GS とは、1987年から1989年にかけて、鈴木が製造していたオートバイである。本校では、派生車種の GSX-R250R 及び、GSX-250S コブラについても合わせて、記述する。 GSX-R250 は1987年3月28日に発売された。鈴木 GSX-R400、鈴木 GSX-R750、鈴木 GSX-R1100 と1年ごとに展開してきた GSX-R シリーズの末定として登場し、1980年代の鈴木を代表するレーサーレプリカとして知られている。 新たに開発された水冷 DOHC4 バルブ直列4気筒エンジンはスペックと呼ばれる吉村デュープレックスサイクロンの OEM エグゾーストパイプを採用し当時のバリ自ジ規制値である最高出力 45PS を 14500rpm で発生し丸めに頭という GSX-R 電統のスタイリングにスチール製のツインスパーフレームを採用していた 当時左官であった SP、F レースを念頭にクロスミッションを採用した GSX-R250SP も1988年に登場した。1987年仕様通常のフルカウル仕様が以下のカラーバリエーションで発売されるとともに2万円価格が引き下げられたハーフカウル仕様がレッドブルーの一色で発売された。 1988年使用1988年1月にマイナーチェンジが行われ、ウィンカーが前後ともボディに貼り付けられた形状のものに変えられた。他にはメーターパネルが黒を基調としたものに変更、マフラー表面処理が光沢のあるものに変更、ラジエーター表面処理が銀色に変更されるなどの変更点が挙げられる。なお、カラーバリエーションは以下のように改められた。 同年2月、クロスミッションを搭載した SP 仕様が発売された。さらに、同年5月には、カラーバリエーションが以下のように改められた。1989年使用1989年4月1日、2度目のマイナーチェンジが行われ、ウィンカーが小型化、マフラーにアルミカバーが施される、見かけフックの設置といった変更が行われ、カラーバリエーションが 以下のように改められたが、この年で生産を終了した。同年には SP 仕様の設定はない。なお、同年4月1日より消費税が導入されたことを受け、販売価格が標準仕様の税別52万円と変更され、若干ながら実質的な値下げが行われている。GSX-R250R は1989年2月2日に発売された。 GSX-R250 をベースとして、スポーツ走行に適した改良を施し、さらにパフォーマンスを高めた派生車種となる。エンジンは、吸気効率の向上とコンパクト化のために、バレルキャブレターから4連ダウンドラフトキャブレターへ変更され、フレームはアルミ製ダイヤモンドフレームへ改められ、スイングアームに補強が入るなど車体剛性が高められた。フロントフォークは、 ファイ 41mm へ体型化、ブレーキは、トキコ製、イケイ4ポットキャリパーに、ファイ 290mm フローティングダブルディスクが組み合わされた。また、GSX-R250R にも、SP 仕様が設定され、クロスミッションや前後サスペンションの減衰力調整機構を搭載し、シングルシートカウルを取り付けることもできるなど、SP、F レースを念頭に置いた、 商品設計がなされていた。250cc クラスのレーサーレプリカモデルでは2、ストローク車の人気が高かったことに加え、比較的発売時期が遅く、レーサーレプリカブームの終焉とも重なったため、GSX-R250、GSX-R250R GS とも一度も、フルモデルチェンジを受けることなく販売終了となった。他方、GSX-R250 のエンジンは、 回収を受けアクロスに転用され、GSX-R250R のエンジンは後に発売されるバンディット250や刀250のベースエンジンとして転用された。1989年使用1989年2月2日以下のカラーバリエーションで発売された。なお、同年4月1日より消費税が導入されたことを受け、販売価格が 標準仕様の税別57万8000円と SP 仕様の税別61万7000円と変更され若干ながら実質的な値下げが行われている。同年5月にはブラックバージョンのカラーバリエーションが追加された。GSX250S コブラは1989年9月に発売された。 GSX-R250R をベースとしてネイキッド仕様に乾燥したレンカ版の性質を持つスポーツモデルである。形式名では GSX-R250R と共通のグッジョブ 73A となる。前年の1988年に発売されたネイキッドモデルウルフと同様にレーサーレプリカのフルカウルを配したネイキッドタイプとなるが、 コブラはセンターカウルを装着している点が外観上の特徴となっている。従来までの機種名 GSXS は刀シリーズの核排気量クラスに与えられるのが通例であったが1989年当時においては同車種のシリーズとしての展開がなかったことからコブラに S の記号が与えられた。そのため1 9九十年代以降に刀シリーズが 再展開された際には 250cc モデルの刀の場合、GSX250SS 刀とされた。1989年使用以下のカラーバリエーションで発売された。ありがとうございます。